古のこと、翼持てる悪鬼ありて災いをなす代理打ちつね公を召されり、打ちつね神の籠せし弓を持つ東大一の弓取りなり、再び悪鬼こしたれば弓をひっつかみ居落とさんとて立ちに蹴り、狙い誤たず山はるか雲をつかんと飛ぶ行きて、打ちつね放つただ一矢、真の像を抜きたり、悪鬼地に落ち末路の息を打ちつね公に吐きかける。ほどなく打ちつね随所に悪鬼の姿見えれば、妙我の弓で余さず入れども人の叫びのみ聞こゆ、いだるるは皆人なり。打ちつね公ついに捕らえられ、死刑ならんと覚えども帝を哀れにおぼし召す。打ちつね対馬へ流されて幾とせの後こと切れる、覚ゆる者もわずかなり、悪鬼を打ちしかの弓は対馬の島の者隠し、弓が待つのは名人か、はたまた呪いの生贄か。呪いはともかく良い弓のようだ。お気をつけくだされ、かの弓は求めるものを闇に誘うと申します。覚えておこう。だがどこを探せばよいのだ。心を鎮めるため、打ちつね公は海辺へ行き、青い紫陽花の中を散歩していたとか。手がかりになりますかな。孔子が言っていた青い紫陽花、この近くだ。かけろ、かけ。妙だ、あの岩、隙間が。これが打ちつねの墓。青い花に囲まれた小島、弓はここにありそうだ。天狗の面をかぶっておった。それにあの戒め、油断はできんな。
調べるぞ。逃がしてやる。この命すっかり諦めておりました。安全なところへ。抜かるでないぞ。どうかこれをお受け取りください。よし、いい子だ。勝負！
また青い花。青い花が咲く山か。弓はここに違いない。顔色をするな。さもなくば対馬が滅ぶ。何者だ。何を言いたい。はないと思え。弓を追うでないぞ。青い花、この方向だ。そこだ。打ち常の長球。ここはどこだ。その弓を持てば最後まで死に取り憑かれることになるぞ。倒すことが先決。呪いは後で考えよう。
狐の呪いか。